はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は、今の状況とお知らせを確認しながら最後にガチャを引いていきましょうというような、回になります。で、こちらの暁サクチャレの方なんですけれども、ランキングの方は713位で、スコアが2713ポイントということで、経験点的にはだいたい8000ポイントでこのスコアになってます。実際はね7998なんで8000ポイントいってないんですけど、見え張っちゃいましたけれども、だいたい8000ポイントでこのスコアになってますと。でもう自分のデッキだとこっからはね伸ばせないですね。仮に経験点更新できたとしてもちょっとしか多分伸びないと思うので、一応1000位以内の、ランキング報酬で収まるかなという、印象になってます。でさらに経験点を伸ばそうとすると、もうどうしてもデッキをいじんないといけなくて、でデッキの方に、SR の7位か SR の暁守を入れないと多分伸びないんですよ。で、サクチャレ応援第2弾ガチャみたいなところで7位か、暁守が出るようなガチャであれば引こうかなと思ってたんですけれども、実際はこちらのサクチャレ特攻キャラ、狙い撃ちガチャですね。六本木二宮八島三本松のピックアップになってるんで、ちょっとこちらのガチャは、スルーしますと。でただこちらのガチャの内容自体は、30連までは SR が確定しているので、内容としては悪くはないガチャです。で特に初回ですね、初回は170個で SR1 枚が確定しているので、これについては全然引いてもいいと思います。でただ2回目以降についてはバナーキャラの SR が1枚確定してて、でただここのバナーキャラって、暁のこの4キャラについては絶対抑えておきたいキャラかって言われるとちょっとそうでもないですよ。本当にねキャラが、全然揃ってないっていう人は、引いてもいいとは思うんですけれども、そろそろね終わっちゃうんですけど例えば六本木とかってアイコンタクトくれるんですけど、別に六本木使うんだったらみやびちゃん使った方がいいよねっていうような感じだし、二宮もキャッチャーなんですけど、二宮使うんだったら、司令塔持ちを借りて他のキャラクターを、デッキで揃えるっていうような感じになるん で二宮キャッチャー骨持ってないんで、そこがかなり痛いところなんですよ。あと八島も別に他の総力キャラ使えば、間に合うしっていうような感じなので、ここはね、抑える必要はないと思うので、よっぽどじゃない限り2回目3回目は、スルーした方がいいかなと。で初回は170個で、SR 確定なんで、これは引いていいと思います。で、その代わり、こっちの方にね、石を突っ込んだ方がいいと思うので、バンプ高校ですね。バンプ高校が、配信決定になりまして、5月24日の16時からというところ で多分ここでバンプ高校のガチャが来ると思います。でバンプ高校は、キャラ自体が結構優秀なキャラが揃ってて、特に、右側にいる、カミラ・ミサちゃんですね、この女の子なんですけども、これがね非常に優秀な彼女キャラになってます。でタイプとしては、騎馬妹と同じようなタイプで、経験点をめちゃくちゃくれる彼女キャラですね。でさらに、デートとかクリスマスとか、そういうイベントをこなしていく上でコツをねちょいちょいくれるんですよ。なので、このねミサちゃん目当てでバンプガチャを引くっていうのは、かなりありだとは思います。ただねどういう感じでピックアップになるのかっていうのがわからないんですけれども、本当にねミサちゃんはすっげー優秀な彼女キャラなんで、これが当たればもう本当に大当たりですね。で一応金徳は、野手の場合が上り竜でバンプ高校で、ミサちゃん使うと上り竜が確定なんですけれども、ちょっと他の高校で使うと、デートの内容とかがねちょっと変わったりして、上り竜は不確定に、なりますと。で投手の場合が怪物球威というような感じになってます。で一応他のキャラクターを見ていくと、右上にいるのが多分矢部くんだと思うんで、これはちょっとスルーして、その左ですね、金髪のムチを持った男で、こいつはシモンタイトって言って、投手キャラになります。投手のスタミナキャラですね。で金徳の方が、まずオリジナルストレートのシルバーバレットっていうのと、本塁打厳禁、これを選んで、取得ができますと。不確定ではあるんですけれどもというキャラと、その左にいる青い髪をしたやつですね、こいつはハイズカって言って、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ハイズカなんとかっていうキャラで、総力キャラになってます。で固有持ちで、
金徳は、ヒートアップっていう、なんだっけ、窮地か。窮地の、上位になってますと。で、まあ、こいつも固有持ちで、ね、総力ポイントがね、割かし稼げるキャラなんで、まあ、こいつも、結構いいと思います。で、さらにその左にいるのが、ちょっとこっから見ると、なんか絵的によくわかんないんですけど、ね、鎧を着てるキャラなんですよ。で、ナイトメールって言って、まあ、ナイトメールなんですけど、で、ナイトメールちゃんは、肩キャラですね。で、肩キャラで、まあ、何がいいっていうと、コツがいいんですよ。チャンスと、パワーヒと、ムードと体当たりだったかな。で、ムードと体当たりさえ直撮りすれば、もうパワーヒとチャンスだけになるので、まあ、コツが、非常に取りやすいキャラになってます。と、さらに、ホムラちゃんとのコンボがあるので、まあ、このキャラも、ホムラちゃんと合わせて使うと、もう非常に強いキャラクターになってますと。いう感じなので、まあ、ここのねバンプガチャに合わせて、まあ、ちょっと石を使っていくのもありなんじゃないかなと、思います。で、一応あとお知らせの方で1回ね凍結された、どれだ1周年記念スペシャル第2弾ガチャ、まあ、これも再開しますよと。一応5月の22日から、5月の29日までの、まあ、1週間、再びやりますということで、まあ、ここではねちょっとあのバンプのキャラは出ませんと。カミラミサ、ハイズか、あ、そうだ、ハイズか、サクヤか。で、ナイトメールと、シモンタイトと、シモンタイジか、シモンタイジ、の、まあ、4キャラ。まあ、ここからは出ないので、多分水曜から、実装されると思います。で、ここは、第2弾ガチャに関しては、なんだっけ、新島ちゃんの、サンババージョンですね。で、新島ちゃんのサンババージョンも、一応、新島ちゃん持って、持ってれば、まあ、絶対欲しいかって言われるとどうでしょうね。まあ、新島ちゃん自体を持ってないよっていうのであれば、まあ、引いてもいいと思うんですけど、まあ、特に内容が変わってなければバンプの方に、ガチャを回した方がいいんじゃないかなと思います。で、本当は俺もあのバンプの方に、突っ込みたいは突っ込みたいんですけれども、神楽坂くんガチャですね、神楽坂くんガチャが終わっちゃうので、まあ、一応ちょっと最後の最後神楽坂くんガチャを、10連引いていこうかなと、思ってます。で、あと、そうそうそう、ボックスの方をだいぶ整理しましたね。ボックスの方をだいぶ整理して、ね、R のキャラクターをだいぶ消化させました。で、一応、まあ、R プラゴにして、で、そこから PR を食わせて PR プラゴにしてっていう流れを組んでたんですけど、 R キャラについては一応その、まあ、必要なキャラクターについては、R 残してありますと。で、餅とかも残ってはいるんですけど、これそもそも PR がないから単に食わせてないだけで、基本的な方針としてはもうミキサーに行くようなキャラクターですね。ミキサーに行くようなキャラクターはちょっともう R1 で、食わせちゃって、で PR は一応全員取ってあります。で、 PR をプラゴにして、まあ、レベルを上げていこうかなと。で、そうしないとね、もうボックスがほんときつくて、もう全然やりくりができないんで、ちょっと R を処分することにしました。で、今わりかし、空いたので、まあ、そこからちょっとチケットはね前回かなり使っちゃったのでもう残ってないんですけれども、一応ちょっと神楽坂くんガチャですね、1回だけ、1回っていうか、まあ、10連の1回だけ、引いていこうと思います。まあ、これでね一応 PR とか出てくれれば、まあ、プラ3への道がね、見えてはくるんですけれども、まあ、どうかなというところですね。まあ、とりあえず10連いきましょう。ガチャリマスト。ちょっとね、SR とは言わなくても PR が、あ、虹玉が来たけど、神楽坂くんだと超嬉しい。どうよ、みずきちゃんいいね。うどもいいね。お前かよっていうか、神楽坂くん。はい、神楽坂くんはいませんねということで、まあ、ちなみにね、神楽坂くんガチャに関してはもうめちゃくちゃのね爆死報告が来てるんで、もうこれはねよっぽどの運か、まあ、よっぽど突っ込まないとちょっとなかなかね神楽坂くんのレベリングはできないというところになってまして、まあ、桜の宮か。あ、そうすると、そうよ、これでね多分ねミキサーができるんですよ。もう早速、桜の宮はミキサーに、突っ込むんですけど、最後ミキサーやりましょう。で、これまず桜の宮入れるでしょ。で、マキシマも入れるでしょ。で、ちょっとつくもも入れちゃいます。で、ヤベッタさん入れて、で、さらに中之島を入れると。これで一回ミキサーができる。
よしよしよし、これでいいキャラが出れば桜の宮いい仕事をしたというめでたしめでたしで終われるんですけど、よしじゃあミキサーしましょう。さてさてさて、もう最近はねなかなかやっぱりねお目当てのキャラとか出ないっすよね、ここまで揃ってくると。さて誰よ、鋼か。まあ鋼もただ初めてだな。まあ初キャラではあるんで、うん、使うかって言ったら多分使わないと思うんですけど、まあ一応初キャラをゲットしましたと、いうところで、ちょっとねまあやっぱりガチャの内容は、微妙にはなりましたけれども、ただここで、まあガチャの悪い時もあればいい時もあるんで、次のねバンプ高校に期待が持てるというところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。とあとね、神楽坂くんちょっとやっていきましょう。神楽坂くんの手持ちについてはこんな感じです。 PR が2枚で R が2枚で、ここからプラ3を、まあ、作れれば作っていけるんですけど、多分作れないと思うんで、まず R ですね。 R 神楽坂くんをベースに、R のプラ5を作りますと。でまずは神楽坂くん と、大丈夫博士を1,2,3,4、これで、神楽坂くん R プラゴが出来上がりますと。でこれを、まず PR に、食わせましょうと。PR に R プラゴを食わせて、まあ、PR のレベルを上げていきますと。よしよしよし、2解放したなと。でここから、大丈夫博士像を、じゃあ3つ突っ込めばとりあえず PR の、プラゴが1枚出来上がります。でこれで、神楽坂くんがね2レベル上がってくれるとすげえ助かるんですけど、とりあえず大丈夫博士像を、回収していきましょう。どこだ。適当に回収していくか。1、あ、ここにいっぱいあるな。2、3、今プラ2なんだっけ。で3枚突っ込んでとりあえずプラ5を、1枚作り出すと。もうここら辺のね大丈夫博士像とかもね無駄にできないんで、1個ずつ手順を踏んでいきましょう。でこのプラ2、このプラ2を、大丈夫3、大丈夫4で大丈夫5と、これで、プラ5が出来上がりましたと。でこれに、神楽坂くん SR ですね、くっつけていきますと。神楽坂くんはどこだ。神楽坂くん入手順になってるから割と上の方にいると。あ、いた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 。神楽坂くんの、プラゴを食わせて2上がってくれればねすげえ希望が見える。頼む1ということで。あとは大丈夫博士像が何個あったかな、ちょっと確認します。はい、でね大丈夫博士像もう本当に5個あったんで、これもうラストの大丈夫博士像ですね。これも全部神楽坂くんに突っ込みましょう。1,2,3,4,5 と、これで PR プラ5が、また出来上がりますと。これでだからねプラ2になってくれればもう3が出来上がるということで、さあやっていきましょう。プラ1を、PR プラ5を入れますと。お願いします、プラ2、プラ2をお願いします。あー、プラ1か。という感じで、神楽坂くんのプラ3は、残念ながら、作れなかったので、またいつの日かですね神楽坂くんがピックアップされた時に、狙っていきたいと思います。じゃあこれで本当に終了します。最後までご視聴ありがとうございました。